はいです。今回ですけども、今回の動画は久しぶりのコーデ紹介いっていきたいと思います。はい。久しぶりですね。皆さん、僕がね、コーデ紹介する、時が来ましたということで、多分皆さんね、めちゃくちゃ待ったと思うんですけども、はい。今日からね、また再開していきますよということで、はい。もうみんなね、僕の動画ね、主にね、洋服が好きで見てくれてる方、洋服が好きっていうのは、もうそんなに、僕のコーデとかじゃなくても、普通にね、洋服自体が、ファッションが好きな人がね、見てくれてると思うんですけども、僕のね、人間性だったり、そういうのが好きで見てくれてる人もね、いるとは思うんですけども、主にね、ファッションが、好きで見てくれてる方が、ほぼほぼだと思うんですけども、多分ね、このね、僕がね、少しね、1週間ぐらい、休んでた期間ね、他のねファッション YouTuber もね、動画投稿してたと思うんですけども、物足りないでしょ。他のファッション YouTuber じゃ物足りないやろ。あいつらはさ、ダサいやね、ダサいね、ダサいし面白くないね、刺激が足りないよね、だからね、やっと夏がね来たということで戻ってきますよ。はい、夏関係ないですけどね、皆さんの夏休みいっぱいね暇あると思うんですけども、すごいね、やっと僕がね現れたということで皆さんね、満足してると思うんですけども、そんな感じでね、今日もねコーデ紹介していきますよということで、今日はねちょっと本当にね、何ね、僕もね着ようかね、まだ決まってないんですけども、直感でねいつも通りね、着替えていきたいと思ってて、これからコーデ紹介ね、いろいろやっていくんですけども、ちょっとねトークテーマを用いながらというか、いろいろ僕もねなんか話したいことあるんで、そのね一個ねトークテーマを用いて、コーデ着替えて、最後コーデ紹介するみたいな感じでやっていこうかなって思うんで、ちょっとそんな感じでね、やっていきたいと思います。はい。そうすればね、なんていうんですか、いっぱい話せるしコーデも紹介できるしということで、そんな感じでね、皆さん僕のトークにもね、興味を持ってくれたらなって思います。はい。そんな感じでね、じゃあちょっとねとりあえず、今日のトークテーマというか今日話したいと思うのは、以前ね僕ね地下アイドルを見に行ったんですよね。これは僕が行きたいから行ったっていうわけじゃなくて、友達、女の子の友達なんですけども、女の子の友達が地下アイドルが好きで、で、誘われたんですよね。地元で仲いいグループがあるんですよ。そういう女の子と男の子もいっぱい、混じってるというか、本当にね、男女の友情みたいな感じのね、グループがあるんですけども、そんな感じでね、その一人の子が、地下アイドルにハマってて、その地下アイドルを見に行ったんですよ。そのね、地下アイドルを見に行った感想をちょっとね、話していきたいなって思うんでね、話をしながら、ちょっと一回ね、着替えていきたいなって思います。はい、じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。はい、というね、じゃあ早速ね、着替えていきたいと思うんですけども、はい、この動画もね、今日も夏コーデということで、最近マジ暑くない。ガチで暑すぎてさ、やばい、T シャツでも汗かくからさ、どうすればいいんやねんって思うけどさ、しょうがないよねっていうね、ところなんですよね。はい、そんな感じでね、皆さんね、夏コーデね、なんていうんですか、T シャツにデニムとか、T シャツにスラックスみたいなね、T シャツに〇〇みたいなね、そういうね、シンプルなね、コーデしか思いついてない方が多いと思うんでね、僕がね、ちょっとね、暑いかもしれないけど、一手間加えた、ワンアクセント加えたようなコーデをね、教えてあげますので、皆さんぜひね、最後までね、見てくださいということで、じゃあそんな感じでね、とりあえずね、今日使っていく T シャツは、こちらです。バン、ローリングストーンズの、バンティーですね。ちょっとオーバーサイズなんですけども、こんな感じ。はい。これはね、結構ね、僕はね、いっぱいいろんなバンティー持ってるんですけども、そのバンティーの中では、結構上位に入るぐらい大好きですね。後ろもかっこいいし、前もかっこいいよね。はい、これはね、僕がバンティーを買い始めた、2個目ぐらいの時に買ったかな、だから結構ね思い入れのある商品でもあるんですけど、ちょっとね、じゃあ早速ねこれ一回着替えていきたいなって思います。はい、というね、着たらこんな感じですね。本当にちょっと結構オーバーサイズなんですけども、タックインとかしても全然着れちゃうっていう、普通にね、結構バンティーってね結構大きめのサイズもあったりするんで、あえてねその特徴を生かして、ダボッとね着るっていう感じもありだと思うんで、そこは結構僕は使い分けるんですけども、今回はねちょっとね使っていくパンツというか、そのコーデのね、全身の見た感じで、今回はタックインというか、ちょっとねしまおうかなって思ってます。はい、でね、その使っていくパンツがこちらです。
版、スウェットパンツですね。はい、まあ暑いけど我慢してください。はい、まあでもね、暑いけどスウェットパンツ履いてる人結構いるからね。こんな感じ、うん、これはね、まああのワイドシルエットですね。はい、まあ結構これもね、みんながね、どこのですかとか結構言われるんですけど、まあ、これはね、まあアディダスオリジナルスですね。まあオリジナルスではねえわ、これは普通のアディダスだ。そう、普通のこれはアディダスですね。はい、スウェットパンツグレーのね、フレアのワイド系ワイドシルエットのスウェットパンツということで、ちょっとこれをね履いていきたいと思うんですけども、あのそうですね、まああの今回ね、その何地下アイドルをね見に行ったということで、まああのどこのグループかはね、あのちょっと僕も忘れちゃったんですけども、あの本当にね、僕ね別にね地下アイドルね、あの初めて見に行ったんだけど、ね、なんていうかな、すごいよね。僕は実際そのなんていうんですか、推しのアイドルグループとかも いないし、なんか推しっていうものはね、多分みんなあの作ってる人いると思うんですけども、あの僕はそういうのを作ったことが一度もなくて、だからアイドルのライブとかも行ったことないし、なんか歌手のライブとかも行ったことないし、だからそういう経験がないから、初めてライブっていうもの自体にも初めて行ったので、すごいね新鮮だったんですけど、すごい面白かったですね。なんか地下アイドルはね、なんかね結構オタク気質な子が多かったですね。なんですか、だから例えばそのもうなんていうかな、バックにキーホルダージャラジャラみたいな、でペンライト持ってこうやってみたいなね、そういう人が結構いて、僕笑っちゃったっすね、まあいいんすけどね。でもやっぱりね、俺はね、いや面白かったっすよ、なんか新鮮で面白かったっすけど、でもね僕はね、なんかこれを見てもう一回ライブに行きたいかって言われると、別にそうでもないっすね、まあ別に普通にその地下アイドルの子たち、普通に顔も可愛かったし、まあ普通にね、歌も上手かったし、そうダンスも上手かったし、全然ねすごいあのいいなと思ったけど、別になんかもう一回行くっていう風にはならなかったですね、気持ち的にはね。そうだからまあそんな感じだったかな。あとね、なんかね、地下アイドルのライブってすごい、そのなんていうの、いろんなね、観客席があるんですけども、まあ、そこのライブ会場に違うのかな、そこのライブ会場に行った時は前が確か指定席みたいな感じで、で後ろが自由フリーで、まあ、立ち見なんだけど、まあ、そのフリーのね、立ち見のところの一つのスペースにめっちゃくちゃうるさい集団がいて、なんかもうライブを見に来てるんじゃなくて、もうなんかもう騒ぎに来てるみたいな、クラブ感覚で来てるやつがいたんですよ。そう、なんかアイドルが「はい」みたいなやったら、そいつらも「はい」みたいな、そういうのはまあみんな言ってるんですけども、もう明らかにおかしいぐらい、もうなんていうんですか、もうふざけてその声出しとかをしてるグループがいて、なんなんこいつらみたいな思ったんだけど、そういうのもねなんかいて、まあ、やっぱりそういうね、地下アイドルだからこそそういうやつらもいるんだなっていうか、普通のなんて言うんだろう、一般的なそのなんていうの、例えば乃木坂とかさ、そういうさ有名グループって言ったらあれだけど、まあ、そういうさ人たちのライブにはいないと思うんですよね、そういうなんかバカみたいなやつって。でもやっぱり地下アイドルだからこそちょっとふざけるやつもいるんだなっていうか、まあ、そういうのも思ったりしたんですけど、まあだからすごい面白かったわ、そいつらを見て面白かった俺は。そういうふざけてるやつらが逆に俺からしたらメインみたいな、アイドル地下アイドルの方たちじゃなくて、俺からしたらそいつらが面白かった、普通に。だからね、そいつらメインで行くのもありかもしれない、他の会場にもいるかもしれないからね。はい、まあそんな感じでね、まあ地下アイドル見に行ったんですけど、まあぜひね皆さんね、もしよかったら行ってみてください。まあチケットはだいたい1500円ぐらいでね、入場できるんで、まあ安いっちゃ安いんでね、普通に結構レベル高いですよ。まあ僕がなんかどうこう言える立場じゃないですけど、普通にレベル高い、ライブだったんで、まあよかったら皆さんぜひ行ってみてください。まあ、僕はね、もう推しとかはね、作ったことがないんで、まあライブでなんか応援するとかグッズを買うっていう気持ちはわからないんですけども、まあまあ全然ね、いい経験になりました。はい。まあ皆さんもぜひ行ってみてくださいと。ということで、じゃあそんな感じでね、とりあえずちょっとこのスウェットパンツ履いていきたいと思います。というね、履いてみましたらこんな感じです。どうでしょうか。はい、まあこのスウェットパンツはね、意外と最近いっぱい使ってるんで、まあ見覚えある方は、ね、いると思うんですけども、まあいいよね本当に。まあちょっと後で全身見えるんですけど、本当にシルエットが最高ですね。
はい、まあ、スウェットパンツ夏はねちょっと暑いんですけども、まあでもね暑いの我慢しようって思えるぐらいなんか最高に気に入ってるので、結構僕夏でも履いちゃうんですけど、だからもう本当に汗ダックダクでねいつもいるんですけど、本当に困りますよね、うん、マジで。はい、まあ、こんな感じでね、はい、これでコーデ完成ではないですね。はい、一個これからこのコーデに一つのアイテムを加えたいと思うので、ちょっとそれはねじゃあ全身も見せてそこで紹介しようかなって思うので、でちょっとね、そのアイテムと、まあ、あと足元最後加えてちょっとね、全身コーデ、全身見せていきたいなって思うんでね、じゃあ、今日のコーデどうぞ。はい、というね、今日のコーデこちらです。どうでしょうか。はい、まあ、ちょっとねいやお前暑いだろうって、ね、言われるかもしれないけど、はい、すいません、僕はね、結構ね何ですか、我慢するタイプなんで、なんかこれ着たいこれ合わせたいって思ったら、まあ、ちょっと暑いかと思っても結構やっちゃうタイプなんで、ちょっとね今回もねそんな感じで紹介させてもらうんですけども、こんな感じどうでしょうか、赤のこのメッシュニットにインナーでね、まあ、そのさっきの T シャツを着て、でスウェットパンツで、まあ、スニーカーはバレンシアのディフェンダーということで、どうすか、良くないこれ。僕これね最近メッシュニット結構ね実は着てて、ちょっとね前行って紹介するとこんな感じ、ちょっとねこのメッシュのねこの編みのね、中からこのねバンティのデザインが見えるっていうね、でちょっとまあこの赤とねここの赤も合わせてるみたいな感じで、ちょっとねそこを工夫していました。後ろもこんな感じ、可愛いよね。俺この着方ねマジでねいいなと思ってて、メッシュニットをね僕ねめっちゃ前に買ったと思うんですよ。多分購入紹介でも出してると思うんですけど、もう1年前ぐらいかな買ったと思うんですけど、まあ、その時から僕はこういう着方とかをしたいなと思ってて、あとはインナーからね半袖のインナーから出す着方も僕はメッシュニットで着たいなって思ってて、まあでそれでねメッシュニットがさ、まあここ最近今年の春ぐらいから流行ってたじゃないですか。俺はね先見性があるんですよね。先見性であってるかな、言葉先を読む力がすごいあって、メッシュニット俺前から俺来るってさね、まあ、動画でも証拠残ってるから、だから俺がこれって言ったやつは来ます、確実に。だから皆さん信用してください。メッシュニット今着てる人いるでしょ、うん、俺はメッシュニットが来るっていうのも知ってたし、メッシュニットの合わせ方も知ってたから、俺のことを信用しろみんな。そしたら絶対にトレンドを先にね、なんていうんですか、掴めるから、うん、これからもね俺のね、言ったことを、実践してみてください。確実にトレンドになるんでね、はい、まあ、そんな感じで、こんな感じでね、まあ、今回はメッシュニットを合わせてみましたということで、まあね暑いって思われるかもしれないけど、意外とねメッシュ、まあ、ニットはニットなんだけどメッシュなんでその穴が開いてるんでね、意外とそのなんていうの風通りもいいんで、ぶっちゃけそんなめっちゃ暑いとはなんないんですけど、うん、まあ、だからね我慢できるっちゃ我慢できるみたいな感じですね。はい、まあ、そんな感じでメッシュニットってね結構きれいめなアイテムかと思うんですけども、こういう風にちょっとねカジュアルにスウェットパンツ合わせても、まあ、全然ね可愛いですということで、じゃあそんな感じでね、今回このコーデでしたということで、皆さんでぜひ、コメントで、意見をお待ちしてますということで、じゃあそんな感じで、こんな感じでね、今度は終わりたいと思います。